どうも皆さんこんにちは、矢野康則です。それではやってまいりましょう。2023年自主企画月一歌の大辞典7月号のお届けでございます。今月もよろしくお願いいたします。現在の時刻です。10時56分になりました。日付は7月の16日ですね。さあそれでは今回も何の曲を選ぶのか決めていきましょう。まずはこちら、ウェブルーレットでございます。まずは何十年代の歌をするのかね、クリックしてあのスペースキーで置けるんですけどね。音出しましょうか。2000年代の歌が多いようなイメージなんですよね。今普通に配信の画面見てますから、あ、90年代ということで、今回は90年代の歌を歌っていきたいと思います。ということで次はですね、90何年の歌を歌うのかを確認してまいります。私のこの企画内で1995年と1998年の歌は歌っておりますので、5と8を抜いた数字でルーレットを作成しました。これで何年代の歌を歌うのかを確認しています。90年代はなんとなくこれ売れてたよねみたいなのは知ってるんで、どうなんだろう、見ればなんとなくわかるかもしれません。確認してみましょう。ドン4、わかりました。ということで今年は、今年じゃない、今月は1994年の歌を歌いたいと思います。1994年なのでビルボードの方ではなく年代流行さんの方で調べてまいります。あー、はいはいはい、あ、こうなるんだ。あ、なるほどね。いやでもこれ企画だからやりましょう。今月歌います、1994年年代流行さん調べ、年間ナンバーワンはこちらです。ミスターチルドレンのイノセントワールドです。ということで今月はイノセントワールドを歌うことになりました。でね、実はね、過去に歌ってるんですよ。実はチャンネル内にもあるの、イノセントワールド。でも歌いますよ。なんでかっていうのはね、ちゃんと理由があります。イノセントワールド歌ってんだけど、ワンコーラスしか歌ってないの。じゃあとりあえずワンコーラスポンポンって歌って、それ出しとけって出したんですよね。でもいつかフル尺はやってみたいなと思っていたので、歌っていこうかなというふうに思います。知っていますが、念のためね、イノセントワールド聞いてみましょうか。もしかしたらもう聞きながら歌ってる可能性もありますが、考えてるのはそのサビの部分をどう歌おうかなっていうくらいですね。だから桜井さんみたいにファルセットで歌うか、あとね、奥田民生さんがこれカバーしてるんですよ。奥田民生さんはね、歌うんですよ普通に。昔ね、ミスチルコードふわったんだけどね、ミスチルだけ捨てちゃったんだよね。あっちの方がね、コード進行が良かったんだよね。はい、なんとなくやってみましょう。ということでイノセントワールド聞いてみました。もう歌えると思う。さらっと確認して歌っていきましょうって言いながらね、自覚感だよ。わかるね、お兄さんこんなこと言って1時間2時間平気で歌う人だから。俺にはそんなね、器用なことはできん。じゃあちょっともう普通に曲はいいや、聞かないで。コードでちょっと変えたい部分があるから、両方だけキュッと弾け、それで歌っていこうかなと思います。はい、 OK、 じゃあ歌います。多分いけるって言って成功した確率はほぼほぼないけど、もういい、やる。ということで現在の時刻これだけの見せておきます。11時21分です。今からイノセントワールドを歌っていきたいと思います。哀れな男が
ことに旅行されていて、さまざまな角度から物事を見ていた。自分を見失ってた。入り組んでる関係の中で、いつも帳尻合わせるけど、あ、君は君のままに静かな暮らしの中で、時には風にも任せるのもいいじゃない。1994年の第1位 Mr.Children さんのイノセントワールドでございました。現在の時刻でございます。現在の時刻はこちらです。11時35分でございます。一発で行きたいな、一発で行きたいなと思ってたんですけど、何度か失敗しました、詳しくは生配信でタラタラやってるところをご覧になって確認してみてください。ミスチルって自分にとってルーツなんですよ。あれは何年か前の企画で言ってるんですが、私の音楽的なルーツって誰ですかって言われると、ミスターチルドレンがやっぱりもう土台の土台なんですよね。だからやっぱりミスチルの歌っていうのは、なんだろうね、本当に血なんですよ、私にとっては。なんかいろんな方の曲とかを聞くんですけど、やっぱり血なんですよ、私にとってミスチルって。だから聞いてたり歌ったりしてて、一番歌ってるっていう風になんか思えるのはミスチルなんだなっていうのはね、やっぱ歌ってて毎回思うんですよね。そんな中でもこのね、イノセントワールドはミスチルでも、もう超超有名曲なんで、それをね、この企画で、歌うことができて、非常に楽しく過ごすことができました。この動画面白かったなと思った方は、ぜひチャンネルの登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。この曲の詳しい感想だったりとかは、ラジオでいずれ、だいぶ滞ってますが、やる予定なので、はい、ラジオの方も聞きに来てください。そして SNS、各種やっております。タイムラインは汚さないので、よかったらフォローしてください。よろしくお願いいたします。ということで、この辺りで終わりにしましょう。ということで、これまでの時間は私、矢野康則がお会いいたしました。それではまた次回の企画でお会いいたしましょう。さよなら。